はい、そしたら、はい、セルライト続き続きいきます、はい、セルライトの、説明を前のチャンネルでやってるの でこれついちゃった人、あの月どういうつき方かは前のやつでやってるので、これもうついちゃった人いるんですよ。もうついちゃった人、うん、このデコボコになっちゃった人はどうしたらいいのかっていうところをね、うん、教えてくださいっていう感じに多分なってるので、うんうん、だからこれだからエステよく行くんですよ、お客さん。そうだね、セルライト除去のエステ、やっぱ経過したあのこのセルライトっていうのは、はい、イメージ、あの脂肪が固まってるといえば、うんうん、あの冷蔵庫に入れてるバターみたいなもので、結局はこれを固形のまま落としていくっていうのは難しいんで、うんうん、それをやっぱり溶かすってなっていくと、はい、やっぱりエステとかで、うん、そのなんか専用のね、はい、ちょっと分からへんけども、はい、機械でピーッ、そう、はい、ああいうのも大事ですよね、うん、その固形化をどんどん溶かしていく、はい、ただあの僕らは、まあ、運動をね教えるトレーナーとして、うん、あの体作りを見ていこうとすると、まあ、それを取って、取るためにそのもちろんあのそういうこともするのは、はい、あの必要になると思う。多分運動でどうこうっていうのは難しいんで、はいはい、ただ運動することによって最初、前回の放送で、うん、そのこうなってしまったことによって皮下脂肪が肥大したことによって、うん、血液、そのリンパを要は圧迫してしまう状況を作っている、はい、その脂肪、皮下脂肪の、うん、こう肥大化した皮下脂肪を、はい、要は小さくしていくこと、うんうん、によってまたこの血流リンパの流れっていうのが良くなると、はい、うんうん、まあ、血行の今までのこう悪くなった血行不良の改善になって、いくかなっていうのが運動から持っていくことができるかなと、はい、だから要は一番のこうなる原因がこれが大きくなっちゃったから、うんうん、まず そうそうそうでそれ小さくしましょうって話ですね。そうですよ、だから皮下脂肪が肥大化した原因って、はい、もう確実に運動不足、うん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 、食の不節制と睡眠不足とか、はい、あとストレスとか、うんうんうん、まあ、女性の冷えとかもね、もちろんあると思う、はいはいはい、いろいろあるとは思うんだけど、まあ、そうなってくるとやっぱり運動不足によってどん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 肥大者が運動によってまたこの脂肪細胞を小さくしていくっていうのは根本の改善になるんで、長期的にやっぱりそれをやっていく必要性があるかなと、はいはいはい、うん、だから小さくできたらこの通りも良くなるから、うん、そう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 、またこのデコボコに、うん、がスーッとなく、なくなることはないけど、うん、取りやすくなるんですよね。そうそうそう、鳴らしやすくなる、うん、よく女性なんかあのふくらはぎとかもすぐむくむ、ね、はい、あれがそこに余分な水分としてね、うんうん、残った状態、まあ、あれもその、まあ、リンパ節っていうのが、うん、そのさっきも前回言ったはいはい、フィルターのように、うん、まあ、ろ過していく、うん、でそれがリンパ節っていうそれぞれの部分が、はい、膝の裏とか膝、はい、下部、うん、で、鼠径部、はい、でお腹、あとこの腋下部、はい、脇の下とか下、うん、でこの頸部とかね、はいはい、あのそれぞれのリンパ節を除去していく、うん、だからそこの流れがこう悪くなっているような人はね、うん、なイメージでいくとあの交通渋滞を起こしてるとか、はいはい、リンパ節が、うん、まあ、こうリンパをつなぐ芋づるのようにちょっとこう豆のような感じで、はいはいはい、こういう風にあるとすれば、まあ、これが大きなあの駅みたいな、うんうん、大きな駅にこう一個来るあの電車が止まってしまうと、はい、次の電車がもう入ってこれなくて後ろにどんどん詰まっているような状態になるんで、はいはい、それを要は流れを、ね、うんうん、良くしていく状態を作らないとダメってなってくると、やっぱり運動をする、うん、筋肉を鍛えるのも、一つ、はい、であとは有酸素運動で筋肉をこう持続的に動かすことは血流を良くすることにもなるんで、はい、循環させるってことですね。そうね、うん、まあ、逆にこの状態になってしまっていると、うん、あの血行不良になっているわけだから、はい、冷えを起こしてしまう、うんうん、冷えてる人とかはね、あのよくね、あの何にもしてないのにこの辺に、はいはいはい、アザとかね、できてる人、はい、まあ、お年寄りがなる場合もね、うんうん、あの先生なんかどこで打ったか分からへんよ、ね、あれはもう年のせいでやっぱりこう血管がもろくなって、はいはいはい、
あの、あざになってる状態にもあるんやけど、その冷えが続いてると、うん、要はこの毛細血管とか、うん、もうその冷えてる状態で損傷して、はい、うん、それであざになってる女性とか見てるんで、うん、セルライトのやっぱできてる人とかできやすい人っていうのはそういうなんかあざができたりとかもしてる、はいはい、うん、人はちょっと要注意になってくる。そうだから、うん、エステだけだと、うん、この肥大してる状態でこれを溶かしていくとか、うん、でもあるんかな、今エステのどんな感じのマシンが流行ってるか分かんないですけど、うん、イメージ、僕らの勝手なイメージでいくと、この肥大の状態で無理やり整えにくいようなイメージ、あーで無理やり流れにくいところに無理やり流してこれをなんか、ね、溶かす、うん、そう、まあ、リンパの流れを良くしようとしたら、はい、リンパマッサージとかもね、もちろんあのリンパって自分で流れる力はあるんだけど、はい、あのどうしてもそれがこう、うん、弱くなってしまうんで、要は筋肉を働かけるとそれをこう流す手助けをしてくれる、うん、ただそのリンパマッサージでこうこっちからそのね流れてない、まあ水をこうちょっと押してるような感じで流してあげたりするっていうのも、うん、一つの方法なんやけど、あのどうしてもこうリンパの汗強く押してしまうと、そうですね、あのそうなんですよ、その脂肪細、あの細胞自体にこう傷つけたり血管傷つけたりとかしてしまう場合もあるんで、あの そこはちょっと注意が必要になるかも、うんうん、だから脂肪細胞をちっちゃくして、うんうん、まあ、すぐには無理だけどちょっとあそう、ねね、年月かけてちょっとずつちっちゃくさせておいて、うんうん、流れを良くして、うんうん、まあ、そうなっていった時には、はい、おそらくその、ね、目的がセルライト落としたいって言っても、はい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 、多分脂肪細胞自体をも小さくすることができてたら、多分体自体も適正な位置に戻るんで、あの今日はね、その悪い、実は悪いんだって言った皮下脂肪もやっぱり実はいいやつに戻す、でセルライトもなくなりましたっていう時にはもう綺麗なボディラインになってるっていう理想の体型になるんじゃないでしょうか。ということで結果、実はいいやつ皮下脂肪ということで、まあ、結果はいいやつです、はい、うん、ただ、うん、そのやっぱり年月をかけて悪くなっていくんで、はい、もうこのね最初に僕ちょっと分かりにくいあのセルっていうね、はい、やつ出して、うん、あいつがこのガン完全体になってしまってるんやけど、はい、もうこの完全体にやっぱなってしまわないようにする段階で、うん、やっぱり予防の段階から運動はしてほしいかなと思います、うん、そうですね、はい、だから良くするか悪くするかは、うん、あなた次第です。ありがとうございました。